はい、それでは時間になりましたので、はい、松野会長の定例の会見を始めさせていただきます。よろしくお願いします、はい、どうもお疲れ様です。私の方からは、今週ですね、文書交通費公開法、まあ、仮称ですけれども、国会に提出をいたしました。でそれに伴いまして、今度は我々の党としての内規を作る、まあ、パブリックコメントが、昨日の5時で一応締め切りました。まあ、その内容はあんまりたくさんいただかなかったのと、まあ、パブリック、その文書交通滞在費以外のものも入ってましたが、若干参考になるものもありますので、それをもとに、来週に向けて内規を作り、来週議員団並びに秘書会も含めた、説明会を開催をして、いよいよそのルールを固めていきたい、そして公開に踏み切っていきたいというふうに思っています。あと皆さんの方から何かございましたら、私の方からは以上です。はい、はい、お願いします。はい、どうぞ。共同通信の方です。はい、今ご紹介された文書通信交通費のパブリックコメントなんですが、はい、どんな意見を寄せられたか、いくつかご紹介あの例えばですね、まあ、その、まあ、事後精算方式にするべきだとかね、あとはその、まあ、使い残し分は国に返還するべきだとかいうのもございました。あと文書通信交通滞在費に文字通り限定するべきだという意見もありました。またその他政党活動に関わるものは、なるべく使わない方がいいだろうというようなことでした。あとはですね、文書交通滞在費を公開するということに対しては、ずいぶん評価していただく声が多かったというふうに聞いております。はい、こうした意見を踏まえて、はい、これすでに原案ができていると思うんですけど、はい、これをこのままいくのか、それとも少し変えるのか、その辺についてはどう考えますか。まあ、大体おおむねですね、やっぱりどうしても文書交通滞在費という、まあ、名前自体に、引っ張られて、今までの議論の中で使い道の使途というものは実は限定してないというのが現実なんですね。で、まあ、公開ももちろん今までされておりません。ただ我々はとにかくこれを自分の第二の給与ということではなくて、少なくとも政治活動にみんな使っているということだけは分かっていただけるように、きちんと公開していきたいというふうに思っています。はい、公開の基準は原案は、あのままいくんでしょうか。おおむねこのままだと思います。はい、その原案の確定は、はい、予定通り来週火曜日の役員会を通して、役員会を通った後に、各議員各秘書の皆さんに、説明会を行うということです。はい、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 内閣は全体委員会はあったと思うんですけども、基本的に選対はこれ党本部マターの話です。で、我々国会議員団としての選対委員会というのはあくまで党本部と、をサポートするような、権限を持っている機関です。ただこれから衆議院の総選挙に向かっていく中で、やっぱり最低100人以上の候補者を擁立をしていきたいということは、意思統一をいたしまして、それに向けて、候補者の発掘を各ブロックの皆さんにお願いをしているという状況です。やっぱりいい候補を一人でも多く集めたいという思いです。ですからこれから候補者の公募をどういう形でやるのかとか、募集をどういう形でやるのかという、公募をやるという方向性もみんな、同じ意見ですので、松井幹事長と相談をしてですね、具体的に詰めていきたいというふうに思っています。はい、公募の時期とかですね、前回選挙の前は維新政治塾と言われましたけれども、はい、何をやっているのかとか、維新政治塾、一応各県連で、まだ維新の党になる前ですけれども、維新政治塾各県連で開いてました。ただこれはどちらかというと統一地方選向けの、色彩が強かったんで、まあ、維新政治塾になるのか、公募の形になって、その公募である程度の絞り込んだ人をトレーニング、させていただくのかということはまだこれから決めていく案件だと思います。公募の時期は
まだこれも具体的には松井幹事長と相談をして決めていきたいと思います。まあ、年内にはやりたいと思っています。はい。はい。はい。最低100。こだわりはい。3桁での世代というのはどういう思いがあるか。いや、やっぱりまあ、これからどういう形で、選挙戦戦っていくか分かりませんが、まあ、基本的には過半数というのが、政党としての第一義的なものです。でそれからその一気にそこまでは、今我々の政党の力では、難しければ、やっぱりまず2桁以上というのを目指すということですね。はい。他に、はい、宮沢洋一経済産業大臣に、はい、まず政治資金管理団体から進めば、はい、に支出していた問題と、はい、さらに所管する東電の企業を保有していると問題が浮上しています、うん、それぞれの問題に対しての受け止めと、うん、党としてどのように対応していますか。まあ、前段はあんまり国会で扱いたくない内容ですので、まあ、これはきちんとですね、政治資金で国民から不信を招かないような使い道をぜひしていただきたいということだと思います。公団に関しては、これ、どうしても経産省と東電というとですね、まあ、利益相反の関係にもありますし、やはりその買った時期がどうなのか、これからどうなのかということもですね、しっかりここは委員会の中で、公平性が担保されるかどうかというのは聞いていきたいなと思っています。他にどうぞ。よろしいですか。はい。いいですか。それじゃあ、はい、はい、ありがとうございました。